東京大学本郷キャンパス構内にある、京造犬山城前にある京造、下山純一郎明治45年2月12日は、明治時代の日本の薬学者。薬学博士第1号であり、日本薬剤師会、第2代会長、私立薬学校初代校長。嘉永6年2月18日、尾張国犬山藩士、藩校、吉道館助教、下山健二、吉の長男として生まれる。吉道館で、漢学と本草学を修める。明治3年10月犬山藩の後進生に選ばれ、神田一橋の大学南校に入学。読に信に学び、明治6年9月第一大学区医学校制、薬学科に進学。明治11年3月第一回生として、首席で卒業し、翌年製薬士の学位を受け、その後、陸軍薬剤官と大学助教授を兼任する。明治16年に、日本薬局法編纂御用係となるが、シュトラスブルク大学に留学し、フルキーゲルの下で学ぶ。明治20年6月帰国後、陸軍一等薬剤官に任官。帝国大学医科大学の生薬学講座初代教授となり、生薬学の基礎を確立した。明治21年8月東京薬剤師会、初代会頭。11月私立薬学校の初代校長に就任。医薬分業に関する決意と意義を示した。明治23年5月第1回薬剤師。試験委員に職。明治25年ロシア政府より、同国博物館名誉会員。明治26年フィラデルフィア薬科大学名誉教授。明治31年4月ノブセ5位、6月叙勲6等瑞宝章。明治32年3月27日薬学博士の第1号学位受領。6月叙勲5等瑞宝章。薬局方。編集委員24年及び、調査委員から39年、日本薬剤師会会長、明治42年から45年などを歴任し、日本薬学会の発展に多大に寄与した。1900年、台湾総督府の移植により台湾の薬業を視察。特産の小脳油の研究開発に貢献した。明治36年欧州各国の薬学視察を命ぜられる。明治40年3月学生の実習及び研究に資するため、資材を当時東京府北豊島郡王子町下10条に大規模な薬草園、是光薬園を開設し、和洋多種の薬用植物栽培に力を注ぐ。1912年2月12日に死去。58歳没。没後、栽培植物は4男下山中華度により、埼玉県春日部町の薬草園に寄贈、移植された。同園は、内務省東京衛生試験所粕壁、薬用植物試験補助から、春日部薬用植物栽培試験場となり、現在は、筑波研究学園都市の薬用植物資源、研究センター筑波研究部に移管、発展している。是光薬園敷地は三男、下山忠則が、陸軍軍医少将を経て、眼科医開業、その後現在に至る。墓所は、東京都墨田区向島の菩提寺、常泉寺、静岡県富士宮市の日蓮召集総本山、大石寺。大正2年、常泉寺に、伊徳県消費建立。京造建立と地は、大正2年、東京帝国大学薬学科教室玄関脇。昭和5年東京薬学専門学校、昭和6年愛知県犬山市北古圏の国宝犬山城入口横。難波恒夫、日本における本草の歴史と民族薬物学、和漢医薬学雑誌1997年、14巻、P77、日本薬局方遠隔略記、第15回正日本薬局法2006年、P1 から2。日本薬剤師会歴代会長日本薬剤師会公式ウェブサイト2008年10月25日閲覧 AB 父高木茂を語る臨床泌尿器科22巻6号医学書院2020年4月18日閲覧官報第5243号叙任及び事例1900年12月21日官報第6148号叙任及び、辞令1903年12月28日。官報第8257号、叙任及び、辞令1910年12月28日。ありがとうございます。